けの風を聞いて動き始める鼓動乾いた胸が癒す何かを求めてる傷つくのが怖くて夢からも逃げていた辛くてもいい生きてることを感じたい目に見えない壁はきっと情けない顔してんなよ男のくせに。フェミニズムって言葉知ってんだろ。マナミ。あ、休み取れたんだ。買い物。うん。何よ水臭い。言ってくれりゃ付き合ったのに。こいつ連れてく。そんな悪いよ。悪くないない。コックピートにいないこいつの使い道なんて他にないんだから。じゃあね、行ってらっしゃい。うん、クーヤ君、またね。うん、男ね、あれは。え、清楚かつ胸元を強調したサマードレス。お手製のお弁当でございますな、あのバッグ。そして男心をくすぐる淡い化粧。買いに行くのは水にか下にか。今夜は帰らないね。え、嘘だろ。知らん、自分で聞けば。何へこんでんのよ、早いけ。男ね、あれは。こんなの好きなんだ。私も欲しいな、こんなの。どうしてこんなに。出撃を中止しろだと。最高評議会および参謀本部ともに時期尚早との判断を下しております。連中に何がわかる。かつて我らのものであった海、日の沈まぬ帝国をもう一度我らの手に取り返す、その絶好の機会だというのに。構わん、予定通り作戦開始だ。お前までこのわしに逆らうか。この海の上で。心中お察しいたします。私が反対したことは公式に記録してくださって構いません。出撃だ。
ぐ。しかしこんなもんまで宣伝に使うわけ？女子プロかよ、私らは。悪いね、お使い頼んじゃって。いいんですよ、別に。この一杯がもう。おかわり。他には。先輩、よかったら一つどうですか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 。頑張れ、かすみ。先輩、よかったら一つどうですか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 。先輩、どうしたの。キョロキョロして誰か探してるとか。いや、気になる子でもいるのかな。女の香りに決まってるもんね、お兄ちゃん。え、水臭いっちゃね、ダーリマナミなら男とどっか行ったぞ。嘘だろ。死ぬか丸かぶし、自分で聞けったら。やっぱり問題よね、健全な若い異性がいない職場って。誤解しないでほしいわね。私はただデータを提示してるだけよ。初陣以来の連戦は我々の想像以上に彼らの心身を圧迫しているわ。選び抜かれ、鍛え抜かれた彼らでさえね。わかってる。特に彼女、無理もないわ。肉体的負担に加え情報処理まで。戦いの中で最も激務を強いられてるんだから。分かってるわ。この上武装強化計画まで強行すればどうなるか。自命の利だと思うけど。分かってるって言ってるでしょ。それでも私たちはやらなきゃいけないのよ。私たちが何と戦ってると思ってるの。尋常の手段で勝てる相手じゃないのよ。無理なものは無理よ。弾劾王はいざ知らず、人間は壊れるのよ、簡単にね。言い訳しないで。無理を何とかするのがあなたの仕事でしょう。逃げの言葉なんか許さない。人の上に立つ者がバカな精神論を言うもんじゃないわ。また惨劇を繰り返したいの。落ち着いて司令ともう一度話してきなさ。よく考えて。ごめんなさい、私ひどいことを。ん？お？もしもーし。ああ、はいはい。え？マジ？やったじゃん、おめでとう。わかった、そう言っとく。頑張ってね。今夜は帰らないそうです。あ、嘘。ああ、もう気になるならグダグダしないでさっさと行け、このコント小僧が。どった。どうして
どうしてこんなに彼女が気になるんだ。バカ。その…あ、もしかして探しに来てくれたとか？ごめん、心配かけちゃった？あ、いや、全然悪くなんかないよ。僕が勝手に来ただけで。だから…どうぞ。特等席だよ、ここ。え？何？あ、今日一人で泳いでたんだ。ん？いや、みんなの中にいなかったから。風巻先生に止められちゃったの。え？ここんとこいろいろあってハードだったから、念のためにね。まあ気分だけでもってこんな格好してるんだけど。まさか具合悪いの？断崖王に乗ってるから無理して戦ってるから。心配するようなことじゃないって。ただ私の肉体的素養は二人ほど高くないから、ちょっと気をつけなきゃいけないことが多い。ただそれだけ。でも無理して乗って万が一のことがあったら。大丈夫、私たちには世界一のスタッフがついてるじゃない。万が一なんてありえないよ。違う、誰が集まったって 100% はないんだ。無理してまで乗って死んだら何にもならない。そんなの。え、兄さんが。ダメだ、そんなの。無理なんかしてないよ。え？大変だけど無理はしてない。私は断崖王に乗りたくて乗ってるの。どうして？好きな人のためかな。え？好きな人。その人のためだったら辛いのも苦しいのも全然何でもない。クーヤ君はそうじゃないの？僕は。敵！地点の海中から攻撃を仕掛けています。はっ、水中戦ってわけね。水中ではフレイムアローと断崖ブレードともに使用不能です。それと水中時においては反応速度、機動力、推進その他総合能力が 40% ダウンします。注意してください。んなもんハンデよハンデ。しかし七面倒くさい話はマナミに言って。石尾君。今日の君のコンディション決して良好とは言えない。だが今の我々はそんな君に頼らざるを得ない。言ってくれるか？はい。フレイム、
目標を捕捉しました。気をつけて、敵は早いわ。ちょろいちょろい、来るぞ。煙幕のつもり、バックしない。なの、マナミ。マナミ、マナミ、マナミ。フレイルパイロット、コンディション提示レッドシグナル、生命危険領域に入りました。戦闘中止、直ちに帰還させて。弾劾を開口に引き込まれていきます。マナミ、こんな筋は海中戦のためにのみ作られた世界最強の海洋兵器。フレーバーサイクルの威力、とくと味わうがいい。七つの海が再び我らが手に帰ったのだ。さあシーザス G よ、勝利の証しを。弾劾王の首を上げろ。
軍法で後進を裁くのは忍びない。せめて海の上で、陛下のご意志です。明日を信じてファイ。